女城主、ナオトラ、10、走れルーブル小僧、2017年3月12日、日、20時分20時45分、の放送内容、奥山調理、でんでん、を揉み合いの末刺し殺してしまったマサジ、高橋和夫、が次郎法師、柴崎公、の元を訪れる、次郎法師は手負いのマサジを寺でかくまうことにするが、番組内容、奥山調理、でんでん、を揉み合いの末刺し殺してしまったマサジ、高橋和夫、が次郎法師、柴崎公、の元を訪れる、次郎法師は手負いのマサジを寺でかくまうことにする、父を撃たれた死の、抜き地谷志堀、は悲嘆に暮れるが、おのかに嫁いでいた妹の夏、山口さやか、の口からい、外な事件の真相が語られていく。一方、松平元康、安倍貞夫、は今川家に反旗を翻すが、駿府に残された妻、の伏せな、七井戸口、は窮地に立たされてしまう。出演者、柴崎公、三浦春馬、高橋和夫、財前直美、抜き地谷志堀、刈谷俊介、でんでん、筧利夫、市原隼人、さえ、糸口、山口さやか、花里締まり、小松和江、梅沢雅代、平山雄介、芹沢光人、倉本康文、中村お久しほか、原作、脚本、森下恵子、音楽、菅野陽子。